ゴンドラから望むバーコ駅ヌバコ駅は、神奈川県足柄下郡箱根町戦国原線244にある、箱根ロープウェイの駅である。駅番号は、O64、箱根ロープウェイの中間駅である、大涌谷駅と桃源台駅との間が直線で、結ばれていないため、この駅でケーブルを曲げている、ロープウェイは、中からは開けることができない構造であるため、かつては、 人の乗っているゴンドラすべてをバーコの駅員が外から開けバーコで降りるかどうかを乗客に尋ねていた。降りる客は駅員の誘導に従って降り、降りない客であった場合はそのまま駅員が扉を閉めていた。現在の新型ロープウェイでは自動で扉が開閉するようになっている。旧駅舎入口駅舎の中には自動券売機が1台設置されている。駅前にはかつて使用されていた。 ロープウェイの発起が展示されている。当駅には大涌谷駅から桃源大駅までの路線のロープウェイを運行する源となる原動設備が設置されている。近くには温泉などもあり、観光地となっている。旅館、ホテル、雇用所などもある。箱根ロープウェイ、箱根ロープウェイ、大涌谷駅バーコ駅東源大駅、バーコ駅、ハットビー箱根ロープウェイをもっと知ろう。 火山名箱根山噴火警報。気象庁地震火山部。2015年11月10日閲覧。折り紙でおもてなし箱根。桃源大窓口の女性奮闘。金鱗。神奈川新聞。2015年11月10日閲覧。火山名箱根山噴火警報。気象庁地震火山部。2015年11月10日閲覧。箱根ロープウェイ大工場数回ルートによる。 運行開始について、小田急箱根ホールディングス、箱根ロープウェイ、2015年11月10日閲覧、火山名箱根山噴火警報、気象庁地震火山部、2015年11月10日閲覧、箱根ロープウェイ大工バス県道開通による運行経路の変更について、箱根ロープウェイ、今日から一部再開、紅葉に合わせちも強化、東京新聞、 http://www.tokyo-np.co.jp、ok、コロンススララッッシシュュスラッシュアーティクルスラッシュ神奈川スラッシュリストスラッシュ201510スラッシュ 4k20151030-020-0181.html2015 年11月10日閲覧ありがとうございます。